時の居場所がない。ここでどうだ。でさあ、ちょっと待った、ちょっと待った。おはようございます。そう、羽のない扇風機。ここでいいか。コンセント絡まってなければ大丈夫でしょう。まぶしい。朝からすごくまぶしい。朝からすごくまぶしい。朝なので暗めでいいです。化粧水したっけ。おはようございます。フラペチーノさん、バルーン、青、緑、ありがとうございます。おはよう、お仕事行ってらっしゃい。今日は土曜日。今日土曜日だ。そう、羽のない扇風機。羽のない扇風機なの。そう、なんかの景品だって気がする。てるいさん、くま、ありがとう。何のくまだろう。水色、ありがとう。かめさん、頑張れ。フラペチーノさん、バルーン、緑、赤、ありがとうございます。青もありがとう。昨日公園こっそりお邪魔した。広島朝から、うん、ちょっと暑い。いや、私の部屋、あのね、外に声が聞こえちゃうから窓閉め切ってると暑い。化粧水したからなんか前髪がくっつくよ。前髪長くてね、ちょっと今居場所が分かんない。分かってない居場所が、前髪の。ふん。まあいいんだけどね。カメさん、メダルありがとうございます。おかえりモネ。ママも同じこと言っとった。てか今見たモネ、だいぶ前の水曜日ぐらいのやつを見た。水曜日もっとかな、3つ目ぐらいだったから。そう、録画してたやつを見てました。似てるのかな。ママも言うんだよ。おはようございます。あ、テレイさん、ツイッター見てよ、お手紙ありがとう。化粧水しかしないんですよ、お肌のお手入れ的なの。そう、なんか乾燥はね、ちょっと気になるようなお年頃になってきた。スクショしてもいいよ。いいけど、寝起きの顔だし。寝起き言うてももう1時間ぐらい経ったけど。坪井ゆうすけさん、ハートあきらさん、メダルありがとうございます。そう、昨日開会式見てたんですよ。でも選手入場の半分ぐらいで眠たくなって、あ、もう無理だと思って寝ました。そう、なんか地球儀見ながら、あの、ここだここだってこう探してたんですよね。そしたら眠たくなっちゃって最後まで見れなかった。おはようございます。個人的には化粧水だけで十分です。だよね。乾燥してなければいい。
めっちゃ長かった、開会式びっくりした。もっとスラスラ入場してくるんかと思ったら、でもなんかお祭り感あって楽しそうだった。私チリ、そういう世界のなんか地形というか、そのなんだ国がどこにあるとかが好きなんですよね。だから探してました。開会式のプロデューサーさん、そうなんだ、すごくないそれ、有名な方。あー浴衣挟まった、ちょっと浴衣挟まった、よいしょ。ここのドアなんかワンピースとかかけとくとね、挟まるんですよね風みたいな感じで、なんか巻き込みじゃないけど、なんか挟まってくる。地球儀なんかね、地図取りに行くのはめんどくさくて、あのリビングのなんか DVD とかを入れてるなんか棚箱みたいなやつの上に乗っけてるんですよね。それで見てた。そう、レインボーさん、バルーン、青、赤、ありがとうございます。そう、朝起きて今川本優奈一回もう検索したよそう、ツイート朝起きたら大体一回見ます。アメリカに合わせてたんだ、そうなんじゃ。日本だとまあ大人は起きてる時間だよね、子供はもう寝ちゃう。そう、日本でやってる感全然ない。でもなんかあの事前合宿はどこどこでやってましたとかいうの見て、ああ日本だって思ってそうちょっとねびっくりした。キキちゃん元気よ、多分向こうで飛んでる。七並べ100以内入りそう、本当？今日は3、昨日が3だから24、あテロップ入れなきゃ。24日、あと24、6、7日かな、あと頑張ります。7並べ私は77位を目指しますそう今はね120何歩かな多分。そう、地形っていうか地理が大好きなんですよね。ハッシュタグ「ゆなの夏休み」、今日は今日自転車競技があるんだったっけ、オリンピック。自転車のマークにしようかな、あ間違えた、釣りのマークが入っちゃった。スケモンさん、バラありがとうございます。そう、地球儀ねずっと昔に買っててめっちゃ埃かぶってたの、久しぶりに触りました久しぶりに。そう、50円にゃんにゃ懐かしい、久しぶりだね、ありがとうございます。そう、七並べは時間があるときにやってます。特に何時とか決めてないんですよ。自転車競技楽しみです。でも今日は高校野球もあるのでね、どっち見ようかなとどっち見ようかなと迷っております。家の近所に自転車のドームがある。ドーム？すごいね。地球儀見るとマダガスカル探しがち。マダガスカルはアフリカのどこだっけ、アフリカの横にある島だっけ。レッドインパルス
ブルーじゃなくなった高校野球が気になってることはないっしょ。本当にそう、めっちゃお化けみたいに何か置いてきたよ、入ってきたよ。冬のオリンピック、あのスキーとか、本当全然選手わかんないんですよね、そんな詳しくなくて。自転車競技の選手なんですか、新庄選手と増田選手。うん、高校野球気になる。もうベスト16揃ったから、広島今日の試合でベスト8、今日と明日の試合かな、でベスト8が決まります。あやさん頑張れ、バルーンありがとうございます。そうママですね絶対高校野球が気になるよね。昨日のオリンピックの開会式寝てた。そうドラクエ、なんかパパが言ってた、これドラクエの音楽じゃんみたいな。私もあんまゲームしないからわかんないんですけど、へーと思った、ゲームの音楽なんだと思って。自転車の増田選手不死鳥かなエースすごいね、2人だけ日本って。マスオさんだるまありがとうございます。そう今年ねほんま高校野球なんかめちゃめちゃ強豪、絶対的なとこが負けてるからねびっくりなんですよね。母校も今日勝てばベスト8なんよね、広島、広島の高校言っちゃったら分かっちゃうよ。そう私本当始まる前トーナメント決まってすぐぐらいに予想してたんですよ、どこが勝つ、どこが勝つっていうかこう対戦見ながらこっちが勝つこっちが勝つみたいな、もう全然違ってて、そうびっくりした。あきらさん50年のありがとう、デレイさんハートいっぱいありがとうございます、おはようございます。インパルスに乗って七並べは強すぎ、広島ですよっていいの分かっちゃうよでもまだ16個あるから。あきらさん頑張れありがとう。自転車競技ってね確かにめちゃめちゃ大きい怪我やる人多いよね、めっちゃ痛そうだもん。脳震盪とかもあるんでしょ、こけて落車みたいな。ロードレース244キロ、やば、244って島並みに洋服ぐらい。70じゃろ、あ1往復半とちょっとぐらいかな、やばいね。おニコニコ見たよっていうのも朝見ました、アーカイブ配信そう見ました、どうでしたか、なんかめっちゃコメント来てて嬉しかった、私のコメントもいっぱいあって嬉しかった。そう今年高校野球のねなんかあの去年コカーさんがやってたみたいなやつとかナレーションみたいなやつとかしてみたいんですけど、したいんですよね。4回大怪我やば、明日のお話し会で教えてくれるの、そうなん、顔またねーって言えないな、あふれるコメントめっちゃしちゃったたけるくんだったのか、あれはめっちゃコメント嬉しかったんだけど、なんか言えないな神とか書かれててさ恥ずかしくなったわ神って思って恥ずかしくなっちゃった。ただいまベスト16はですね五校一クレ近代福山、総督、危機田、国体寺、高大校、栄新、高陵、紅葉東、沼田、才能、女性館、
瀬戸内、明南、新庄の16校ですね。ドキドキですよ。楽しみ。鹿児島県は部員少ないから何校かの連合チームで大会参加してるけど、広島も、広島ありますよ、5校連合、5校連合かな読み方わかんない、連合チームはありますよ。連合チームはどこだったか、加計、向原、鴨北、川内、呉昭和の5校が連合でチーム作ってます。富士山のとこも走るの？大変。登りきついよね。イモポンさん頑張れ、バルーンありがとうございます。マスオさん、コパンありがとう。神だし最高峰よって、あれはタケルくんが書いてたのか女神様だよって、嬉しい。やっぱなんか衣装とかで印象変わりますよね。ダジャレみたいになっちゃったフラワーの衣装って可愛く見えちゃいますよね。もうマジでなんか私も初めて来た時になんかアイドルっぽい服だなって思った、可愛いなって思った。下道で結構かかります、橋の上30キロ制限。あ、そうなんだ。自転車の方がワンチャン速いんじゃない、めちゃめちゃガチで走る人とかだった。ニコ生ね、前半は上がってなかったかも、多分プラカードから始まったよ始まったよって。え、そう、暗闇の時だっけ、回った後にコテンって言ってちょっと恥ずかしかった。あのヒールなんか、あのいつものあの水色のワンピースみたいなやつの靴あるじゃないですか、あれよりなんか回りにくくて、勢いで回ろうと思ったら回れなくてコテンって言っちゃってこけはしなかったけどグラってなっちゃって、そうびっくりした。バンジラモンスターさん、赤のバルーンありがとうございます。連続2日目、あ、3日目じゃないの、2日目。神嬉しい。そう、広陵新庄は強そう、残ってますよ。おはようございます。連合の監督同級生だった。そうなんじゃ、高知高校か。川内ってなんか広島にある地名、広島市内の市内、広島市にある地名でないっけ、川内高速でなんかないっけ。見てるのはマル秘手帳、違いますよ、中国新聞のなんか何日のだろうね、多分高校野球始まるちょっと前ぐらいに配られた、7月8日の中国新聞にトーナメント表が載ってるんですよね。それに今オレンジのペンで書いてて、こんな書いてるからあんま見せるとバーされちゃいそうだからそう、新聞ダメなんかな、著作物みたいになる。そう、オレンジのペンで書いてて16個残ってるの見てました。開会式は昨日は寝ました、もう10時頃寝ました10時頃寝ちゃった。衣装とかで印象そう変わるよね。ピムカ一番まとまりある、嬉しい。コケ玉さん頑張れ、ありがとう。お、休み時間終わり、お仕事中かな、頑張れ。有料なら全ユニット全編、あ、ほんと？配信が始まってなかったっぽいから撮れてなかったのかな、アーカイブには上がるのかと思ってたけど、やったー、フラワー衣装よかった。照井さん頑張れ、ありがとうございます。夏休みいいでしょう。そう、リコチアーカイブ見てたらさ、パセリのあの MC 企画始まってからパセの衣装ペローンってしてたなんでよって思って、
でも確かにね、やりたくなる気持ちはわかる。あれ一番上のこうなんか3つぐらいの花柄のやつは下の生地とは離れてるんですよね。そう、あんなふわっとしたスカート着ることあんまないから、なんかこう下から手上げるときとかにスカートに引っかかっちゃったような、めっちゃ引っかかっちゃった。川内は東広島？なんか聞いたことあるよ、道路の標識っていうのかな。そう、めっちゃラブが溢れてしまった見ちゃったコメントも。高知、川内ってないっけ、三本川なのかな、わかんない。中国新聞、そう、川内はないのかな、どこも高知というのかな。開会式早かった10時でも半分ぐらいの国見たかな。え、辻元さんやっぱ出てたの？なんかさ、最初なんかダンスみたいなしてたじゃん。あのなんかいそうだなって思ってたんだよね。なんかダンスの感じがいそうって思ってた。いたんですね。しっかり見ればよかった。え、そう、日本の入場見れなかった。日本日本なのかな、見れなかった。お仕事頑張ってみんな。はい、どん。あ、でも今日は土曜日だからお休みが多い。みやさん、レインボースターありがとうございます。開会式見てない人もいるよ、大丈夫。哲夫さん、ハートありがとうございます。おきちゃんも短冊みたいなとこの記事持ち上げてた。そう、あそこちょっと触りたくなるよね、ふわってしたくなっちゃう川内、三本川か、安佐南か。やっぱり広島市内にあった。20年くらい前の広島カープのピッチャー川内。やっぱそれでも川内とは読むのね プチ美人だったプチ美人ありがとうございます。ゆなゆなのお仕事。開会式は全然見てません。休日はほぼ絶対出勤。お、朝のハイライトいいね。おはようグルトン、おはようさん。東海大相模コロナによって、そうなん、石川清涼もじゃなかったっけ。悲しいねコロナで、せっかく3年間やってきたのに悲しい。川内で仙台、うん、六花亭だっけ、あの北海道のお菓子だっけ、それなんか聞いたことある。花柄の紙袋あるよね、見たことある、バーバンチで見たことある。しみさら推しなんだ。プチ美人、ちょっと美人、プチ美人だいぶ違うね。昨日のゆなゆな綺麗だった。本当綺麗、嬉しい、綺麗って言われることないから嬉しいね。そう、夏休み短いの、コロナでね休校とかもあったから多分ちょっと短いんだと思う。全部入って書いたらまだ開会式やってて少しも、おお4公演ど、なんかねえねが叫んでるどうでした、4公演楽しかった。モスがハンだ、あの配信してるんですけど悲鳴が聞こえる、配信してるんですけど声入りますよ。ママは地球儀を持ってきてたらしい。地球儀聞こえた、叫び声。予防接種が痛かった？あ、そうなん。
触ったん、ママかわいそうに。ゆななつうちわ、あ、ゆななつって書いてたやつかな。ありがとうございます。キャーって、東海大大相撲、東海大相模でしょ。東海大いっぱいあるよね。あれだって昨日ねえねえ予防接種をしたんですよ。予防接種、ワクチン接種をしたんですよ。そう、そしたら腕こう触ったら痛いんだって。なのに多分ママが触ったんじゃない。痛かったらしい。めっちゃ叫んでたね。マダガスカルはこちらです。アフリカのここです、横です。そう、私もいつか打つのかなって思ってたり。でも痛そうだよね。そうそう、コロナワクチンどっち打ったんか知らんけど、え、嫌だ、触ったら殴られる、殴られる、殺される、バーンって。1回目、昨日は1回目を打ったらしいです。2回目はまた今度、キャッチに見ておきます。ありがとうございます。ピンマイカーね、え、そう、ゆなマママジで意地悪じゃけん、いくらでもゆなの膝もね痛いのに触るけん。腕を上げるのはね上げれるらしい。昨日めちゃめちゃ車の中で踊りよったもん。昨日ね48グループの夏曲をめっちゃ歌ってました。触らんよ、触りません。東海大山形、東海大甲府、福岡の方にないっけ付属の野球大会があるの。へえ、2回目が大変。そうそう、ジージバーバーは多分もう2回目終わったんですよね。そう、怖い怖い。あ、そう、エビカツとかも踊ってた。ツアーでやるやつとかもいっぱい踊ってた。そう、ファイザーとモデルナって選べるんかな、場所によってなのかな。そう、明日じゃない、昨日は多分最後のパフォーマンスでしたね。え、マジでドライブ中の配信したかったな。めっちゃハモったりしてさ、楽しかった。いつもなんだけど、いつでもハモったりしてる。地球儀、日本、東海大4、第5もあったかな。東海大附属福岡高校、うん、30分経った、本当だ、選べんのんだ。あ、自治体によって違う、そうなんじゃ。未来さん、バルーン頑張れ、ありがとうございます。ねんねの歌、ねんねん、ねんねん、ねんねんの方が上手。ねんねんの方が上手。ユナは音痴です。好きな国、好きな国、バチカン市国に行ってみたいんですよ。どんだけちっちゃいのか。バチカン市国というのはイタリアにある世界最小の国ですね。ミシェル・ボーイさん、ハートありがとうございます。そう、一応国として認められてるんですよね。カラオケね、したいよ、ねえねとしたいんじゃけど、したいけどね、多分ね配信すると歌ってくれん。イタリア、そう、語尾が、あ、語尾が、語尾があって難しくない？
イタリア、アジアアジアは国じゃない。あ、語尾があって難しくない？スリランカの首都、スリランカとは、スリランカってどこ？大体地方言われないと探せない。スリランカどこ？スリランカってまず国？え、すごいすごい、みんな青よく言うね。プチ長い名前なん。へえ。インドの下？インドの下？あった。スリジャヤワルダナプラコッテ書いてあった。地図面白いよね。コッテコッテかわいい。覚えれんね、これは。地図、地球儀でした。スリランカはここ、インドのここ。一番大きい都市はコロンボ。コロンボってなんか聞いたことある。うん、はめます、戻します。戻った。オーストラリアの首都はなんだっけ？キャンベラ。うん、コロンボって探偵っぽい、なんか聞いたことある。ブラジルの首都はなんだっけ？ブラジルどこだ？ここだ。ブラジル、ブラジリア。オーストリアの首都？オーストリア、あれ？ウィーン？音楽の街？ね、シドニーな気がする。まさかシンガポール。ウィーン面白いチリ、チリ面白い。本当にチリ大好き。30分経ったし配信終わろうかな。海外は行ったことないですね。なんかどこからかアホ毛がすごいんですが風のせいか。チリ好きですよ。合唱団の街なんだ。音楽の街じゃないんだ。まあでも音楽か。南極大陸。北極は書かれていません。北極は大陸はありません。アホ毛。
じゃあランキング読みましょうかね。そう、見えた？昨日ポニーテールしとってさ、ここにあるアクセサリーにこう後ろの髪がこうやって引っかかったんですよ。こうやって、そう、それをこうさらっと取った。夏みかんさん、ハート、わあ、いっぱいありがとうございます。ありがとう。じゃあランキングいってもいいですか？ランキングいきますね。13位カズさん、12位青生地さん、11位秋里さん、10位なるみさん、9位那須野さん、8位渡辺さん、7位フラペチーノさん、6位哲夫さん、5位カメさん、4位ヨモポンさん、3位アキラさん、2位あやさん、1位てるいさん。はい、壇上の皆さんありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。はい、ということで今日も30分ほど配信しました。明日は朝できるかな。ちょっと30分ぐらい早くするか、お昼過ぎとか3時とか帰ってきてから、何時に帰ってくるんだろうね。でも言うの明日1時間目だから、お話し会は、そう、明日の朝かお昼頃にはできるかなと思います。また今日の夜ぐらいにメールしますね。はい、ということで今日の配信来てくださった皆さんありがとうございました。それでは明日は直接会えるお話し会、広島よろしくお願いします。それではありがとうございました。終わります。今日も来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ありがとうございました。終わります。 GO!4、3、2、1、川またねー。ありがとうございました。